システムショックには PC 用の FPS 形式アクション RPG、サバイバルホラーゲーム。この作品はイラショナルゲームズとルッキンググラススタジオによって共同開発され、ケン・レビンがゲームデザインを担当した。当初、既存のゲームの続編ではなく独立した一つのタイトルとして構想されていた。この作品は制作の中途で1994年発売の PC 用ゲームシステムショックの続編となるようストーリー展開を変更された。この方針転換はシステムショックフランチャイズの権利を有するエレクトロニックアーツが販売元として契約を結んだ際にもたらされた。このゲームの物語はサイバーパンクの世界観で表現された2114年を舞台にある恒星間宇宙船の内部で展開される。プレイヤーは一人の兵士となり、宇宙船内部を壊滅状態に陥れた遺伝子変異体の拡散を食い止めるための任務に直面することになる。前作、システムショックと同じく一人称視点での戦闘と探索がゲームプレイの中心となっているが、ロールプレイングゲームの要素も内包されており、プレイヤーは自身の能力と特性を開発、成長させることができる。開発できる能力には、ハッキング能力や超能力が含まれる。このゲームは当初、マイクロソフト Windows 用のソフトとして1999年8月に発売され、好意的な評価を得たが、売り上げは予想を下回るものだった。今日、多くの批評家がこの作品は、後発のゲーム、特に、ファーストパーソンシューティングゲームのデザインに多大な影響をもたらした作品であり、時代の先を行く先進的なゲームだったと考えている。いくつかの史上最高のゲームリストで名前を挙げられてきた。2007年、イラショナルゲームズはシステムショックシリーズの精神的続編であるBioShockを発売し、批評家から絶賛されるとともに好調な販売を記録した。ルッキンググラススタジオの閉鎖に伴い、本作の知的財産権は長きにわたって宙に浮いた状態となっていたが、2013年にナイトダイブスタジオがシステムショックフランチャイズの権利を取得し、OS X Linux 環境を含む最新の PC 環境に対応させて販売することとなった。2015年12月、アザーサイドエンターテインメントは続編となるシステムショック3の制作にあたって、権利者であるナイトダイブスタジオから許諾を得たことを発表した。前作、システムショックと同様に、ゲームプレイでは、アクション RPG とサバイバルホラーという2つのジャンルが融合している。開発者はこのゲームプレイ設計を実現するため、一般的な FPS のゲームプレイ体験に、キャラクターのカスタマイズと成長システムという、RPG の象徴的要素を組み込んだ。プレイヤーは格闘、もしくは銃器類を駆使して敵を倒していくことになるが、RPG 的システムを利用して戦闘に役立つ能力を開発することもできる。操作画面は一人称視点であり、画面上には情報を保管する HUD が表示される。HUD 上では、キャラクターと使用武器の状態、地図、及びドラッグ&ドロップで操作できる所持アイテムの一覧表を見ることができる。物語の背景はゲームの進行とともにプレイヤーが音声ログを入手するか死者の亡霊と遭遇することで徐々に明らかになっていく。ゲームの導入部でプレイヤーはUNという架空の軍事組織の軍種から一つを選択して兵士としてのキャリアを開始することになる。プレイヤーは選択した軍種に応じて特定の能力ボーナス一式を本編開始前に与えられるが、本編開始後は選択した軍種に関わらず任意の能力を選択して強化することができる。海兵隊員は兵器の取り扱い能力に関するボーナスを得る。海軍士官は武器修理とハッキングに熟練している。OSA局員にはいくつかの基礎的な超能力が与えられる。プレイヤーが能力を強化するためには、サイバーモジュールが必要になる。サイバーモジュールは、船内の探索などによって、目標を達成した際に報酬として与えられ、サイバーアップグレードユニットと呼ばれる装置で消費することによって強化された能力を獲得できる。オペレーティングシステムユニットは一度のみ使用可能な装置でキャラクターの特性強化に使用することができる。ゲーム内の通貨はナナイトと呼ばれ、自動販売機でアイテムを購入する際に使用できる。他にも、クオンタムバイオリコンストラクションマシンを起動しておくことで、装置が設置されているエリアで死亡した際に10ナナイトを支払うことでプレイヤーを再生することができる。この装置を使用しない場合、ゲームは終了され、ゲームの進行はセーブポイントから再開されることになる。プレイヤーはキーパッドをハッキングすることで、別のエリアへ移動したり、自動販売機をハッキングすることで、アイテムの価格を下げることができる。プレイヤーがハッキングを試みると、ミニゲームが開始され、格子状に並んだ緑色のノードを3つ連続で、つなげることができれば、ハッキング成功となる。ミニゲームを行う代わりに、アイスピックと呼ばれる電子ピックを入手、使用することで、難易度にかかわらず、無条件でハッキングを成功させることができる。プレイヤーは全編にわたって、近接武器、ピストル、ショットガン、AI系兵器など、多種多様な武器を入手することができる。近接武器以外の武器は使用するたびに摩耗していき、整備ツールを使って定期的に修理を行わない限り、最終的には壊れて使用不能になる。弾薬の種類も様々で、それぞれの弾薬が特定の種類の敵に対して有効性を持つ。例として、生物系の敵は対人弾によって大きなダメージを受け、機械系の敵は運動エネルギー弾に対して脆弱である。エネルギー兵器はロボットとサイボーグに対して最大級のダメージを与えることができる。地球外関係動物兵器は有機体の敵に対して非常に有効な武器である。乏しい弾薬を有効に活用するため、プレイヤーには弾丸の慎重な使用が求められる上に、ステージ内をくまなく捜索して弾薬を補給する必要がある。ゲームプレイには研究の要素も含まれる。ゲーム中、未知の物質に遭遇すると、その組織を採集して貯蔵室に置かれている薬品と混ぜ合わせることで研究を行える。プレイヤーは研究によって、研究された敵に与えるダメージを増加させることができる。一部の地球外生物由来の兵器、アイテムは研究を終えることで初めて使用することができる。OSA局員は実質的に3系統に発展する独自の兵器を使用することができる。OSA局員が獲得できる超能力には透明化、火球の発射、テレポーテーションなどが含まれる。2072年。シタデルステーションの消滅を受けて、トライオプティマム社が行った事件の隠蔽工作は、メディアによって暴かれ、スキャンダルの発覚によって同社は、多数の個人と企業から罪を追及されることとなった。シタデルステーションで生まれたウイルスが、乗組員の大半を死亡させたという事実、つまりステーションを管理していた初段という名の無慈悲で、邪悪な AI スーパーコンピューターが、人類の破滅と隷属化を企て、最終的にこの宇宙ステーションを壊滅させた事実が、白日の下にさらされていた。おびただしい数の訴訟に追われた、トライオプティマムは経営破綻に追い込まれ、同社の業務は停止した。国際連盟の後継組織として、UNNが創設され、トライオプティマムを含む権力に飢えた、民間企業の悪意と腐敗に対抗することになった。初段のような、邪悪な AI の再来を防止すべく、人工知能の業務は基本的な作業に制限され、新技術の開発も停止された。その一方で、人類の救世主として、世界で最も著名な人物になったハッカーは、世間から忽然と姿を消した。28年後の2100年、破綻したトライオプティマムの株式と資産は、アナトリー・コレンチキンという名のオリガルヒによって買い取られた。闇市場の元取引業者だったコレンチキンは合法的な事業で収益を上げることを模索していた。その後の10年間、トライオプティマムはコレンチキンによって再建され、かつての地位を取り戻していった。コレンチキンの下で同社は医療製品、消費者製品を生産する一方で多くの民間の、あるいは公的な軍事組織に兵器を供給する契約を結んでいた。こうした契約によって、コレンチキンが多くの軍事的勢力をコントロール下に置いていたため、UNNはトライオプティマムに対して事実上、何の影響力も行使できなかった。シタデルステーションの事件から42年後、そしてトライオプティマムの再建が開始されてから12年が経過した2114年1月、同社は超高速航法が可能な実験的、高性間宇宙船、フォン・ブラウンを完成させた。フォン・ブラウンの処女航海には、UNNの宇宙船、リッケンバッカーが同行することになっていた。リッケンバッカーを指揮するのは、シタデルステーションの司令官として、悪名高いエドワード・ディエゴの息子であると同時に、東部対反乱作戦のボストン湾の戦いにおける英雄でもある、ウィリアム・ベッドフォード・ディエゴ船長だった。リッケンバッカーは超高速航法システムを搭載しないため、二つの宇宙船は一体となって、航海に臨むことになった。また一方で、コレンチキンは、経験不足であるにもかかわらず、強いエゴから自身を、フォン・ブラウンの船長に任命した。地球を出発してから5ヶ月が経過した2114年7月、一行は、太陽系外のクジラ座タウ星系第5惑星からの遭難信号を受信した。第5惑星の表面に派遣された救助チームは、そこで、いくつかの奇妙な卵を発見した。古ぼけた脱出ポットに入っていたそれらの卵は、救助チームのメンバーに感染し、感染者をザメニーというエイリアンの共同体に取り入れた。超自然的集合意識であるザメニーは、人間の宿主に感染して遺伝子変異を引き起こす、寄生虫型生物によって生み出されていた。寄生生物は、フォン・ブラウンとリッケンバッカーの両宇宙船に拡散していき、乗組員のほとんどが寄生、もしくは殺害される結果となった。フォン・ブラウンの医療デッキで生き残った一人の兵士が、クライオチューブ内部で目を覚ます。コンピューターの誤作動により、兵士は記憶喪失状態にあったが、彼の体には、非合法な神経サイバーインターフェースが埋め込まれていた。目覚めたばかりの兵士に生存者の一人、ジャニス・ポリート博士からの連絡が届き、兵士は、彼女の指示によって、急減圧が起きる前に避難することができた。ポリートは兵士に、フォン・ブラウンの第4デッキで彼女に会うよう命じる。第4デッキにたどり着くまでの道中、兵士は寄生された乗組員との戦闘を繰り広げる。そんな兵士に対して、ザメニーは、テレパシーで話しかけ、兵士自身も、ザメニーの一部となる、よう説得することを試みる。フォン・ブラウンのエンジンコアを再始動させることに成功した兵士は第4デッキに向かう。第4デッキにたどり着いた兵士が見たのはポリートの死体だった。その時、兵士の前に突如として初段が現れる。初段は信頼を得るためにポリートの名を語っていたのだと兵士に告げる。初段はザメニーが自らがシタデルステーションで行った生物工学的実験の産物であることを明かした。初段を生み出したハッカーは地球を汚染から守るためシタデルステーションから実験体に汚染された緑地区画を切り離したが、この行為は初段の一部が緑地区画の中で生き延びることを可能にした。放棄された緑地区画はクジラ座タウ星系第5惑星に墜落した。墜落を生き延びるため、初段は冬眠状態になることを強いられたが、その一方でザメニーは進化を続け、もはや初段のコントロールが及ばない存在になった。初段は兵士に対して生存したいのならば、自らの創造物の抹殺を手伝う他に道はないと告げる。フォン・ブラウンのメインコンピューター、ザーキシースのコントロールを取り戻すための努力は徒労に終わり、初段は、フォン・ブラウンを破壊することが、残された唯一の選択肢であると兵士に伝えた。フォン・ブラウンを破壊する前に、兵士は、リッケンバッカーに初段のプログラムを転送することを命じられる。その道中、兵士は、瞬間的に二人の生存者、トーマス・トミー・スアレスとレベッカ・シドンズに遭遇する。トミーとレベッカは脱出ポットを使い、フォン・ブラウンからの離脱を果たす。初段の転送作業が完了し、兵士は立憲バッカーに移動した。彼はそこで巨大な生物組織の塊が2つの宇宙船を包み込むように覆っているのを目にする。兵士は生物組織の中に突入し、ザメニーのコアを破壊した。コアが消滅したことにより、寄生生物の伝染には終止符が打たれた。初段は兵士の活躍に祝辞を述べた。そして自らの真の目的が、フォン・ブラウンの超高速広報ドライブを利用して、現実空間と仮想空間を統合することなのだと明かした。兵士はサイバースペースで初段と対峙し、初段は敗れる。ラストシーンで、トミーとレベッカの脱出ポッドは、平和を取り戻した、フォン・ブラウンからのメッセージを受信する。トミーは返答して、彼らも、フォン・ブラウンに帰還するつもりであることを伝え、同時に、レベッカの様子がおかしいことへの懸念を示した。そこに現れたレベッカは、まるで初段のような声で、彼女の新しい見た目を気に入ったかどうか、トミーに尋ね、画面は暗転する。このゲームの開発は1997年に、ルッキンググラススタジオがイラショナルゲームズに、新作ゲームの共同開発を提案したことから、始まった。開発チームは、システムショックのファンであり、システムショックに類似したゲームの制作を模索した。開発当初のストーリー案は小説、闇の奥と似通っていた。草稿では、主人公は、ある宇宙船の狂った司令官の暗殺を命じられるという設定だった。開発時のプレゼンテーション用資料によれば、当初の題名は、ジャンクションポイントというものだった。このゲームのデザイン哲学は、SF 的な背景設定を持つ、ウルティマ・アンダーワールド、ザ・スティジアン・アビス型ダンジョン探索ゲームという、システムショックの革新的コンセプトを継承、発展させることだった。しかしながら、システムショックは、当時のマスコミによって、ドゥームシリーズの模倣品の一つと誤って評され、その評判は、システムショックの商業的な成功を阻む結果となった。ジャンクションポイントの開発目標は、顕著な RPG 要素と力強いストーリー展開を加えることで、ドゥームとは明確に異なるゲームを作ることだった。制作には18ヶ月の開発期間と170万ドルの開発費を要した。開発途上にあったこの作品は数社のパブリッシャーに対して売り込まれ、最終的にシステムショックフランチャイズの権利を保有するエレクトロニックアーツが反応し、システムショックの続編としての発売を提案した。開発チームはこの提案を承諾した。エレクトロニックアーツが販売元に決定したことに伴って、ストーリーには改変が施され、本作はシステムショックフランチャイズの一部となった。当プロジェクトに与えられた開発期間は1年間であり、この短い時間枠で作品を完成させるため、シーフ、ザ・ダークプロジェクトの制作にも用いられたダークエンジンという未完成のゲームエンジンを使用しての開発作業が開始された。デザイナーはこのゲームに RPG の要素を組み込んだ。ゲーム世界は永続的に存在するもので、周囲の環境はプレイヤーが不在の間も絶えず変化し続ける。テーブルトーク RPG の影響も見て取れる。このゲームにおけるキャラクターカスタマイズのシステムはトラベラーの方法論に基づいており、架空の組織の軍種を選択する形態で行われる。キャラクターの成長に複数のコースを与えることで、プレイヤーにより自由度の高いゲームプレイ体験を提供している。中核と言えるのはホラー要素であり、開発チームは効果的なホラー体験を具現化するために必要な4つの大きな条件を定義した。孤独感は最も重要な条件とされ、ゲーム中プレイヤーが他の生命体と接触する機会は少なくなっている。次の条件は脆弱性であり、簡単に死亡するプレイヤーキャラクターという形で演出される。残りの条件は陰鬱な音響効果と知性的な光と影の配置である。主導的デザイナーであるケン・レビンは前作、システムショックの敵役、初段を本作でも再登場させることにした。レビンのアイデアの一つは、プレイヤーが初段の盟友となるよう仕向けるというものだった。レヴィンはゲームのキャラクターがあまりにも信頼のおける存在であり、ゲームにおいては当然のように、善人は善人。悪人は悪人。見るものや感じるものはすべて現実とされることに疑問を感じており、初段にプレイヤーを欺かせることで、この固定観念を破壊しようと試みた。レヴィンはゲームの中のキャラクターが裏切られることはあるが、プレイヤー自身が裏切られることは決してなかった。プレイヤーが持つ、その信頼を破り、キャラクターではなく、プレイヤーが操られ、欺かれたという感覚を与えたかった。と語るが、このレヴィンの選択は開発チームの内部で物議を醸した。プロジェクトはいくつかのトラブルに見舞われた。二つのソフトウェア会社による混成チームであることが災いし、仕事の割り当てをめぐって緊張が生まれ、数人の開発者がプロジェクトから離脱する結果となった。加えて、多くの従業員は明らかに経験が不足していたが、プロジェクト管理者のジョナサン・チェイは、当時を振り返って、経験不足であるがゆえに、くたびれた熟練開発者がなくしがちな情熱と献身的姿勢が見られたと語り、この環境がかえって有利に働いたと感じている。ゲームエンジンとして使用されたダークエンジンもトラブルの原因となった。このエンジンは未完成であり、プログラマーはバグに遭遇するたびに修正作業に追われた。その一方で、ソースコードを頻繁に修正する環境はエンジンに追加の機能を書き加えることも可能にした。すべての障害が開発現場で起こったわけでもなかった。E3でデモンストレーションを行った際には、同時期に起こったコロンバイン高校銃乱射事件の影響で、銃器を一切登場させない形でプレゼンテーションを実施することを強いられた。1999年8月2日、チュートリアルと最初のミッションの序盤3分の1までを遊ぶことができる体験版が公開された。その9日後、小売店への出荷が開始された。1ヶ月後には強化パッチが公開され、協力プレイモードの追加、武器摩耗率と敵のリスポーン率の調整など大幅な変更が行われた。当初はドリームキャストへの移植版も予定されていたが、キャンセルされた。2000年頃に開発元、販売元による技術サポートが終了したことで、残されたバグと最新のオペレーティングシステム、ハードウェア環境への非対応は徐々に深刻な問題になっていった。技術的サポートの欠如を補うべく、一部のファンは、もっと制作コミュニティで積極的に活動を始め、アップデートし続けた。モッドの例として、システムショックにリバースと呼ばれるグラフィック強化モッドは、ローポリゴンの 3D モデルの多くを高品質なものに置き換える。ショックテクスチャーアップグレードプロジェクトというモッドは、テクスチャーの解像度を向上させる。アップデートされたマップ作成ツールもユーザーコミュニティにより公開されている。2009年にはダークエンジンのソースコードがルッキンググラススタジオの元従業員の所有物の中から発見された。2010年4月下旬、ドリームキャストトークというインターネットフォーラムの利用者の一人は自身が購入したドリームキャストのソフトウェア開発キットを分解し、その中からダークエンジンのソースコードを発見した。2012年にはシステムショック2とダークエンジンで開発された他のゲームをアップデートするいくつかの非公式パッチが公開された。知的財産権をめぐってはエレクトロニックアーツとメドーブルック保険グループの間で問題が紛糾し、この作品は長年にわたって2社による争いの中にとらわれることとなった。メドーブルック保険グループはルッキンググラススタジオの閉鎖に伴ってその資産を取得していたが、子会社の一つであるスター保険会社の弁護士によると、グループは現在までにエレクトロニックアーツが保有していた残りの知的財産権も譲り受けたとしている。2012年10月、ナイトダイブスタジオのステファン・キックは最新のシステム環境に適合させるべく、権利保有者との交渉を開始した。その後アップデートされ、配信するための許諾を得ることに成功したキックは、GOG.com と協力し、2013年2月に GOG.com のウェブサイト上で、期間限定のデジタル配信を行った。当時、GOG.com のゲームカタログへの追加が最も望まれていたゲームでもあった。GOG.com によってコレクターズエディションと呼ばれたこのバージョンはレコーボーという匿名利用者が作成した最新 PC 環境への対応を可能にするアップデートを含んでいた。他にもこの配信にはユーザーが作成したモッドをよりスムーズに適用できるようなアップデートやゲームのサウンドトラック、フォン・ブラウン号内部の地図、開発初期のプレゼンテーション用資料などが含まれた。この許諾を利用して2013年6月18日に MacOS X 版が GOG.com 上で配信された。この作品は2013年5月10日に Steam 上でも購入可能になった。2014年4月には Linux 版も配信された。2015年9月、ナイトダイブスタジオは前作System Shock の権利を得た上で内容を強化したSystem Shock Enhanced Edition を発売した。キックはその後ナイトダイブスタジオがSystem Shockシリーズ全体への権利を取得したことを報告した。12を超える賞を受賞している。この作品の受賞歴には7のメディアでのゲームオブザイヤー受賞が含まれる。批評は非常に好意的なもので、この作品の複数のジャンルを融合させたゲーム性、陰鬱な雰囲気を醸し出す、音響設計、及び魅力的なストーリーが称賛を浴びた。批評家は、特に FPS ゲームとサバイバルホラーゲームのジャンルにおいて、多大な影響をもたらしたと考えている。過去のゲームを振り返った記事の中でゲームスポットは、時代の遥か先を行っていたとし、驚くべきゲームプレイ体験を提供したことで、ゲームに要求されるメカニズムとドラマ性の水準を引き上げたと評した。批評家からの評価は極めて高かったものの、商業的な成功を収めることができなかった。売上本数は2000年4月の時点で 58,671 本にとどまった。いくつかの出版物は自由度の高いゲームプレイを称賛した。本作のキャラクターカスタマイズ要素に関して、イ軍のトレント・ウォードは、この RPG 的システムの最も優れた点はプレイヤーが全く異なる何人ものキャラクターとして遊ぶことを可能にしていることであり、このシステムによって繰り返し遊んでも常にユニークであるように感じると述べた。ジャスト・アドベンチャー氏のエリック・レケースは、この意見に同意して、プレイヤーが遊びたいように遊べるゲームは、極めて貴重な存在だとした。Lゲームのアレック・ノーランズは、異なるキャラクター区分の存在がこのゲームを多様で、クリアした後すぐにまた遊び始めたくなる作品にしていると考えている。コンピューターゲームマガジンのロバート・メイヤーは、一つのジャンルに全く束縛されないゲームと呼び、テンポの速いアクションはたまにしか求められず、戦略的な要素の方が重要になる。反射神経ではなく熟考することが実を結ぶ。と強調した。数多くの批評家がこのゲームに恐怖を感じたと述べている。コンピューター&ビデオゲームズは引き込まれるようであると表現し、読者に対して何度も心臓が飛び出すほど驚くことになると保証した。Lゲームはこのゲームの音響効果が際立って優れていることに着目し、それは、歯ぎしりするほどの不安を感じさせるものであると述べた。PC ゲーマーのウィリアム・ハームズは、自身がこれまでに遊んだゲームの中で最も怖い作品だと断言した。一部の批評家はこのゲームの武器摩耗システムの煩わしさを指摘した。この摩耗システムに関しては、開発チームのメンバーもいくつかの懸念を示していた。RPG 的なシステムも賛否が分かれる点だった。ゲームスポットはこのゲームの職業システムについて、軍種の選択に関係なく、能力を強化できると述べた上で、ひどくアンバランスになっていると述べた。Lゲームもこれに類する感想を述べ、システムがハッカー系統のキャラクターに偏っているとした。ゲームプロのシド・シューマンは、システムショック2とデウス X は、現代 FPS における2つのイノベーションであると述べ、本作の複雑な RPG 的ゲームプレイを革新的だと評した。イ軍のキャムシェイは FPS ジャンルのさらなる再創造であると語り、その理由として本作のストーリー、キャラクター、そして RPG 的なシステムを挙げた。PC ゾーンは現代コンピューターゲームの素晴らしいお手本と本作を称え、SF ホラーの傑作であるとした。多くの特集記事で史上最高のゲームの一つとして紹介されている。本作を史上最高のゲーム一覧にリストアップした媒体には、ゲームスパイ、エッジ、エンパイア、イ軍、ゲームスポート、PC ゲーマーなどがある。イ軍は史上最高の FPS ゲームの35位に挙げた。X プレイはサイレントヒル2に次いで史上2番目に怖いゲームとして本作を格付けた。本作の敵役である初段は、イ軍、ゲームスポート、ザ・フェニックスなど多くのゲーム批評家が支持しているキャラクターである。カルト的な人気を持つ作品となり、ファンはこのゲームの続編を待ち望んだ。2006年1月9日、ゲームスポットはエレクトロニックアーツがシステムショックシリーズの商標保護を更新したと報じ、システムショック3の開発が進められているのではないかという憶測を呼んだ。この報道から3日後、コンピューター&ビデオゲームズは信頼できる情報源が現れたとした上で、システムショック3の開発を確認したと報じた。エレクトロニックアーツ UK はこの情報についての問い合わせにコメントを出さなかった。PC ゲーマー UK はゴッドファーザーに関わったチームがシステムショック3の開発を担当していると主張した。ケン・レビンはシリーズ3作目の制作を指揮するのか否かを尋ねられ、私はその質問に答えられる立場に全くないと返答した。レビンはシステムショック3の展望については楽観的な意見を述べたが、過去に自らが続編のアイデアを提案した際に、エレクトロニックアーツ側が関心を示さず、続編の価値について懐疑的な態度を取ったことを明かした。結果的にエレクトロニックアーツが続編の開発を支持することはなく、システムショックの商標登録が失効することを黙認した。その後、レッドウッドショアーズスタジオは2008年にデッドスペースを世に出したが、この作品のテーマ、表現にはシステムショックシリーズとの明らかな類似性がある。デッドスペースのデザイナー、ベン・ワナットとライト・バグウェルによれば、この作品は当初システムショック3として計画されていたが、バイオハザード4の発売後、計画を白紙に戻して、バイオハザード4の流れを組むゲームを開発することになり、それがデッドスペースの制作につながったという。2015年11月、システムショックフランチャイズの権利を取得したナイトダイブスタジオはシリーズ3作目の制作を検討していることを発表した。2015年12月にはアザーサイドエンターテインメントはナイトダイブスタジオから許諾を得た上でシステムショック3の開発を行っていることを公表した。アザーサイド社はシステムショックシリーズの続編を開発する権利自体は数年前の時点で取得していたが、システムショックという名称の使用についてナイトダイブスタジオからの許諾を必要としていた。システムショック3ではテリ・ブロシアスが再び初段の声を演じるほか、シリーズ第1作目のコンセプトアーティストを務めたロブ・ウォーターズも制作作業に参加することになる。2016年2月にはシステムショックのプロデューサー、ウォーレン・スペクターもアザーサイドエンターテインメントに加入してシステムショック3の制作に携わることを公表している。スペクターによれば、この作品の物語はシステムショック2のエンディングの直後から開始され、初段はレベッカの体を乗っ取った状態で登場する。スターブリーズスタジオはシステムショック3の開発$22,000,000を投資した上で、この作品の販売元契約を結んだ。この契約では、アザーサイド社が作品に関するすべての知的財産権を保持する代わりに、投資額の 120% と利益の 50% をスターブリーズスタジオ側に支払う義務が生じる。この投資により、システムショック3を当初予定されていた PC 版のみでなく、家庭用ゲーム機向けにも開発することが可能になった。2007年、イラショナルゲームズは、システムショックシリーズの精神的後継作品である、BioShockを世に出した。BioShockの舞台は遺伝子改造の蔓延によって、崩壊した海中のユートピア社会であり、そのゲームプレイを構成する要素の多くが類似していた。具体例としては、生体再構築装置を使用することで、プレイヤーが死亡時に復活できる、ハッキングを行うことができる、弾薬の節約が重要である、探索がゲームプレイの中心的要素となっている、プラスミドを介して特殊な能力を獲得することができる、特殊能力の中には、システムショック2で登場した超能力に類似したものがある、などの共通点が挙げられる。システムショック2とBioShockには、ストーリー展開にもいくつかの類似点があり、物語の背景を音声ログと亡霊との遭遇という演出を用いて説明する点でも共通している。イラショナルゲームズは、BioShockインフィニットに1999モードと呼ばれるゲームモードを収録したが、この名称は、本作が発売された1999年に由来するもので、難易度の高さやプレイヤーの選択が長期的な影響を及ぼすなどの点で、システムショック2を彷彿とさせる過酷なゲームプレイを体験できるモードになっている。2017年、アーケーンスタジオは宇宙ステーションタロス1が舞台のプレイを世に出したが、この作品はシステムショックシリーズと類似した特徴を持っている。プレイでも本作と同様に超能力が登場し、ゲームプレイの基本的要素になるほか、音声ログと断片的なテキストによって物語の背景を明らかにする手法でも共通している。加えて、プレイではハッキング要素やアイテム作成要素がゲームプレイの特徴となっており、脇道的な探索と弾薬、負債ポイントの節約に重点が置かれている。この作品においても、宇宙ステーションの乗組員は未知の生命体に取り憑かれているが、その原因は AI の暴走ではなく、謎めいたエイリアン種族、ティフォンの封じ込めの失敗と設定されている。プレイではゲーム中、ルッキンググラスと呼ばれるストーリー上重要な役割を担う技術が登場するなど、暗にシステムショック開発陣への言及が行われる。ありがとうございます。